松平近義は、江戸時代後期の大名、文後国府内藩第十代の藩主、親清流、お牛松平家十四代、幕末に、お牛生に改名し、お牛近義と名乗った。伊勢国久はの藩主、松平貞長の十一男として誕生した。天保十二年七月、松平近親の死去に際し、末期養子として、家督を相続する。天保十三年五月、 第十二代将軍、徳川家吉におまみする。同年十月、十五位した、佐衛門の城に除任する。十四歳で急遽藩主となったため、当初は、先々大藩主の、金君が、貢献役となった。その七年後から政務を取るようになり、藩校、遊園館や医学館を設置するなど、特に学問の奨励に尽力した。文久元年八月二十日、奏者版となる。 現時元年11月1日、自社奉行兼任となる。同年12月27日、自社奉行兼任を解かれる。慶応元年6月15日、再び自社奉行兼任となる。同年11月12日、雇用取次継役兼任となる。慶応3年7月5日、若年寄りとなる。同年9月1日、会計奉行兼任となる。同年12月3日、 国内事務の担当を命じられる。また、第二次長州政党では小倉に出兵したものの、大政奉還後には、国元で、勤農派の像、沢地下厚が、藩主代理に建てられ、幕府養殖にあった近吉は裏切られる形となった。慶応4年2月6日、若年寄りを辞職した。同年3月20日、松平政をお牛に改めた。同年3月25日、 標準の姿勢を示すため上落したものの、謹慎を命じられた。中川久明を中立ちに謝罪する。同年5月13日、謹慎を解かれる。同年7月10日、ようやく規範を許可される。明治2年6月、反赤法官により、府内藩知事に任命された。明治4年7月、廃藩知見により、知事職を解任された。同年10月10日、 養子近道に家督を譲って隠居した、明治19年死去、去年58、小牛近吉に関するカテゴリー、ありがとうございます。